こんばんは、金美館通りの藤村です。今日は高齢ランカー場の話をしたいと思います。ちなみに藤村さんが知ってる中で高級店のナンバーワンで最高齢の女の子は52歳です。お店のプロフィールを見る限りではせいぜい30を過ぎたくらいのお姉さんかなという感じなので、まあそれは写真の修正ももちろんあるかとは思いますが、おそらく体型にも美容にもものすごく努力やお金を惜しまない方なんだと思うんですね。それでこういった高齢のランカー人気場、どこのお店にもとは言いませんが、40過ぎくらいの方ならちらほらといろんなお店に在籍しているものです。それで男性の中にはそれを知ると、その年でそれだけ人気ということはよほどの美貌と技術を兼ね備えているに違いないと大きな期待とともに会いに行って、結果あれ思ったほどでもなかったとなる場合もあるんですが、今日はその辺の理由をご説明しますね。まずですね、ランキングというのは綺麗順でもないしテクニシャン順でもなくて、単純に本指名の数、リピートで指名された数を競っているだけなので、どうしても在籍が長い方が有利になります。いくら若くて可愛い女の子でも在籍3ヶ月目とかだとまだ接客した人数自体が少ないので、そこまで本数を伸ばすのは難しいんですね。ですから入店 2,3 ヶ月目でいきなりランキングに食い込んでくるような女の子はかなり実力があるか、前のお店からお客様を連れてきているかのどちらかで、どちらにせよ当たりの確率は非常に高いです。じゃあ単純に長く在籍していればその分指名が増えるのかというと、そういうわけでもなくて、そりゃ気に入ってもらえない限りは通っていただけませんから、それなりのレベルは必要です。ただ高級店というのはお客様も比較的他の価格帯のお店に比べて高齢の方が多いので、一度指名してもらうとかなり長く続くんですね。若い時は新しいもの好きでいろんな女の子をとっかえひっかえ遊びたいという欲求があるものかと思いますが、ある程度になってくると人って自分と馴染んだものに愛着を感じるようになるんでしょうね。数年や10年単位の付き合いになることも多いです。特に色恋営業が入ってくるとお客様の関係距離感は愛人に近いようなものになります。お金を払えばいつでも会いに行ける恋人みたいな、というかもうそのものですから、情でつながる部分も多いんですね。そうすると女の子の方が年を取ろうが見た目が変わろうが、そのお客様の中ではいつまで経っても当時の可愛い何々ちゃんのままだったりもします。藤村さんが長い間安定して収入を得ることができたのも、こういった若いうちに掴んだ常連様たちに支えられてのことで、いつまで経っても新規のお客様を虜にするような魅力があったかというと、そういうわけではありません。肌も体型も外見的な魅力はやはり若い女の子にはかなわないというのは女の方が十分わかってますからね。はい、というわけでかなりお姉様のランカー嬢がいた場合、その指名の内訳は熟女好きな男性でもなく、特別な技にノックアウトされた新規でもなく、そのお姉様と一緒に長い年月を重ねてきた常連様の数がほとんどです。ですからランカーだからという理由だけで新規の方が入ってみてもその魅力がわからなかったりもします。時々匿名掲示板とかでもですね、大御所ランカーの何々ちゃんに入ってみたけどただのおばさんだった、何がいいかわからないという書き込みがあったりもしますが、長年指名してきたお客様たちにしかわからない良さがあるからそれは仕方ないです。とはいえもちろん年月と比例してちゃんと空気の読み方、男性の持ち上げ方、対応力や許容範囲なんかもベテランとしてのものが身についてくるものなので、居心地の良さを求めるのなら新規で指名するのもおすすめです。藤村さんは今はもう YouTube の方でそろそろやっと1年が経とうとしているくらいのまだまだフレッシュな新人です。何年か経った頃に皆さんと一緒にあんなこともあったね、こんなこともあったねと思い出を一緒に語れるようになるのが楽しみなので、末永くこれからも見守っていてくださいね。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。